之后，感情戏也从纯纯的爱变成很大人的恋爱。那您对这方面，就是说两个人的成长跟彼此角色的变换，您有没有一些比较特别可以分享的感触？私たちは実は演技の話をしたことは一度もなくて、はい、あの世界の中心で愛を叫ぶという作品の時にも、うん、本当にあまり会話をしていなくて、お互いにこう対人能力が低かったんですが、あの、はい、あの会話が下手くそというか、あのシャイなので2人とも、私自身もそうなんですが、でうん、あんまり会話してなかったななんていうふうに思ってて、久々に共演してなんかこうお互い成長したしと思って、まあたわいもない話は少しはできたんですけど、あまり変わってなかったっていう感じでしたね。其实我们从在世界中心，从世界中心互相开始那个时候，就是不，我们两个都是很怕生，都是非常害羞的个性，所以我们在现场都不怎么讲话，对于演技上的这种讨论更是没有。但是这一次再次见面，我们可以感觉到彼此都互相都有成长，所以对话能力、社交能力稍微成长了一点点，但是还是不太讲话。好，这样子有让你比较不恨深山。